皆さん、こんにちは。俳優の内藤剛志さんといえば、皆さんはどのようなイメージを持つでしょうか。近年ではテレビ朝日で放送されていた科捜研の女の刑事役が連想されるでしょう。今回は内藤剛志さんの私生活を中心に深掘りしていきたいと思います。内藤剛志さんはあまり家族のことを話題にしません。かなり謎のベールに包まれています。しかしネット上では検索されているようです。検索ワードに上がってくるということは気になる人が多いということの表れでしょう。奥様のお顔を拝見したいところですが、残念ながら一般人のため画像は公開されていませんでした。噂によるととても美人な方だとのことです。内藤剛志さんの奥様は帽子のデザイナーで素敵な帽子を制作している方です。毎年帽子店を開いているということですから、かなりその界隈では有名な方なのでしょう。名前をみどりさんと言いますが、帽子のデザイナーとしては永井みどりの名で活動しています。内藤剛志さんと名字が違うのは旧姓をそのまま仕事に使っているためでしょうか。年齢は内藤剛志さんと同い年で2023年で67歳になります。内藤剛志さんが大学の浪人時代に予備校に通っていたことから奥様との出会いがありました。内藤剛志さんは上京して予備校代々木ゼミナールに通っていたのですが、そこに素敵な女性がいたそうです。内藤剛志さんからお茶に誘い、その後ジャズ喫茶に行ったことがきっかけとなり交際が深まり、そして結婚に至ったそうです。つまり内藤剛志さんと奥様との馴れ初めはナンパだったということです。硬派なイメージの内藤剛志さんとは思えない意外な馴れ初めでした。18歳の時に知り合った2人は交際を深めていき、7年の同棲生活を経て27歳で結婚しました。内藤剛志さんと奥様との間には子供が1人います。美大を卒業後スタジオジブリのアニメーターとして働いていました。娘さんは中学生の頃からスタジオジブリに入りたいと思っていたそうで、美大に進学したのもその夢を叶えるためでした。その娘さんは TBS のテレビ番組 A スタジオのアンケートに答える形で父親内藤剛志さんについて語っています。あれをしろこれをしろと言われることも少なく、私がいいようにさせてくれるのでとてもありがたいと語っています。そんな父親のおかげで反抗期もなく育ったと述べています。そんな父親と娘なので父子の関係は良好すぎるほど良好ということでしょう。内藤家にはルールがあり、下の名前で呼び合うのだそうです。これは家族はチームで子供は後からそこに加わったという考え方から来るものでした。娘さんはこのルールについて次のように述べています。言葉で説明するのは難しいのですが、夫婦の行動がまず優先、そこに私が参加することが多いです。例えば旅行先でも両親は同じ部屋、私は隣の部屋に泊まるとかですと話しています。これに内藤剛志さんが補足する形で説明しています。チームだから助けるんですよ、絶対助ける、お前にとって俺は味方やぞと、世界全部敵でもと、それが家族がチームという考え方の本質だと言います。内藤家はチームという名のもとに強い絆で結ばれているようです。そんな内藤剛志さんと奥様の間には離婚の噂があり、穏やかならぬ空気が流れていると言います。それは本当なのでしょうか。この一件にはどうやら女優の沢口靖子さんが絡んでいるようです。内藤剛志さんと沢口靖子さんはドラマの共演が多く、科捜研の女シリーズ一つでもとってもかなり長い間共演しています。そのため視聴者はこの二人がずっと一緒にいるような感じになってしまうのでしょう。内藤剛志さんと沢口靖子さんが怪しいのではないかなどという噂もちらほらあるのだと言います。ですが当のご本人たちはまるで兄弟のような感じなのだと説明しています。恋人役で共演することも多いという二人ですが、いつもハードな現場でも彼女とは互いに照れなく協力し合い芝居ができる女優さん、どこか兄弟に近いのかもしれませんと語る内藤剛志さんの言葉には、二
不倫の不の字もないようです。内藤隆さんにとって沢口靖子さんとは安心して共演できる仲間ということなのでしょう。内藤隆さんは1955年5月27日生まれ、大阪府の出身です。内藤隆さんは幼少期は児童劇団に通っていた経験があります。そのため在阪テレビ局のドラマや映画で子役として出演した経験があるそうです。つまり芸歴が長いという知られざる事実があります。もともと内藤隆さんは高校卒業後、当初ジャズのサックス奏者を目指してジャズスクール入学のために上京したそうです。しかしその夢を断念し、日本大学芸術学部映画学科に入学しました。内藤隆さんは後に映画監督となる長崎俊一さんと自主映画の制作を始め、その映画に多数主演しました。その後文学座研究所を経て1980年に映画デビューを果たしています。最初の頃は悪役とか犯人役を演じることが多かったようですが、内藤隆さんの知名度を上げるきっかけとなったのが1994年から1995年にかけて放送されたドラマ家なき子ではないかと思われます。内藤隆さんのファンですと打ち明けたら、家なき子の怖いお父さん役の人でしょと言われるほど、これだけ刑事役やっていても先に家なき子が出てくるあたり、インパクトの強い役だったことがわかります。足立由美さん扮する主人公をいじめる叫びたりの父親役が注目され、視聴率が高かったこともあって顔が売れました。ブレイクしたと言って良い反響でした。現在の内藤隆さんの好印象のイメージから考えると、ちょっと意外な感じの役だったことは否めません。内藤隆さんといえば1995年1月から2001年9月の間、27クール続けて連続ドラマに出演したという記録を樹立しています。ドラマに欠かせない存在として、当時連ドラの鉄人の異名がついたほどです。またバラエティ番組の司会や出演者としても活躍しています。ダウンタウンの浜田雅功さんとの出演も多かったのですが、そんな時は大阪弁バージョンの内藤隆さんが面白いと評判でした。番組ごとに使い分けているようですが、さすがネイティブで大阪弁も人間味を感じます。現在の内藤隆さんのイメージを決定的にしたのはドラマ科捜研の女での長期にわたる刑事役でのレギュラー出演ではないかなと思われます。科捜研の女をきっかけに警視庁、捜査一課長などの警察関係ドラマの主演が増えているように思います。さて内藤隆さんには実は韓国人なのではないかという噂が流れています。理由を調べてみたところ、内藤隆さんの名前に入っている強しという漢字に原因があるようです。何でも強しという漢字が名前に入っている人は韓国人が多いと言われているそうで、内藤隆さんももしかすると韓国人なのではないかと噂されていたようです。しかし実際は内藤隆さんは韓国人ではなく大阪府出身の日本人でした。ご両親も日本人であるとの情報があるので、内藤隆さんが韓国人である可能性はないでしょう。合わせて内藤隆さんの性格についても調べてみました。内藤隆さんが司会をしている番組を見てみるととても優しそうです。温厚な男性なのかなという印象があります。調べてみるとスタッフの方からも気が利いてとても優しい男性と言われていることが分かりました。さらに家では洗濯や掃除を率先して行う旦那さんのようです。とても優しい性格の持ち主だということが分かります。内藤隆さんは2016年1月4日午前10時20分に交通事故を起こしていました。内藤隆さんの乗用車が東京都渋谷区で信号待ちしていた軽トラックに追突してしまったという事故でした。内藤隆さんは前の車が発進したと思ってアクセルを踏んだようですので、一度信号待ちしてからの追突だと思われます。双方のナンバープレートを破損したくらいで、お互いに怪我はなく済んだようです。特にそのことについて大きな問題にはなっていないので、うまく示談で済んだのだと思われます。最後に内藤隆さんが病気だという噂があります。これは結論から言えばガセネタでした。しかし昔入院していたことがあるようなので、そのエピソードを紹介します。
それは風を見た少年というアニメの声優発表会でのことでした。その風を見た少年で初めての声優に挑戦したようでしたが、それより前にブラックジャックの声優に一度誘ってもらったことがあるそうです。しかし撮影3日前に自分が入院してしまい、声優の話がなくなってしまったということがあったそうです。長い入院というわけでも大きな病気というわけでもなさそうですので、大丈夫だったのでしょう。いかがだったでしょうか。レンドラの鉄人と言われてから長年第一線で活躍してきました。人格的に優れているため現場で重宝されているのでしょう。70歳を間近に控え、仕事の内容も量もご自身でいろいろと考えていることと思います。ただ唯一無二の存在である内藤剛志さんの活躍をいつまでも見たいと思う人はたくさんいることでしょう。ベテランの俳優としての演技をこれからも見られることを期待したいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。